オランダ銀行とは、オランダの中央銀行で、欧州中央銀行制度を構成する銀行の一つ。設立は1814年。10年後、イングランド銀行を半に取り再編成した上で、アムステルダム銀行の業務を引き継いだ。オランダ銀行は、オランダの ABN アムロ銀行を指すこともあり、オランダ中央銀行とも表記される。オランダのを意味する形容詞の、 ネダーランド氏は古い綴りであり、現代のオランダ語ではネダーロンドッサと書くことが多いが、このオランダ銀行のランウェイの場合は、旧綴りを使うことが一般的である。1998年5月2日、欧州連合に加盟する11カ国が1999年1月1日をもって経済通貨同盟へ移行することを決定。この移行国にオランダも含まれており、 1998年6月1日にオランダ銀行、ドイツ連邦銀行が欧州中央銀行制度に組み込まれた。同日、1998年オランダ銀行法が発行され、約185年に及ぶオランダ銀行の歴史は新たな局面へと入り、1999年1月1日よりユーロが導入された。 それまでの1948年オランダ銀行法に変わって1998年オランダ銀行法では以下の役割を果たすことが定められている。ありがとうございます。